山本哲也は兵庫県高砂市出身の元プロ野球選手。人材派遣会社 WTK 代表取締役。2008年のプロ野球ドラフト会議において千葉ロッテマリーンズにご意指名を受け、2009年よりプロ選手となる。以後一軍で11試合に登板し、2013年に引退した。神戸国際大復興2年時の2007年。 夏の兵庫県大会予選決勝のマウンドに登板する。2008年のドラフトで千葉ロッテマリーンズから5位指名を受け、11月14日に契約金2000万円、年俸500万円で仮契約を結んだ。2011年春季キャンプで初めての一軍スタートとなった。同年8月24日、対福岡ソフトバンクホークス戦で一軍発登板を果たし、 一回を無失点に抑えた。以後11試合に登板するも、その後は故障が続き1軍での登板はなく、2013年は右肩痛のために軍でも投げることができなかった。2013年10月3日に球団から戦力外通告を受ける。山本は12球団合同トライアウトを受験し、打者4人に対し無案第1支給の成績を残したものの、 自らの能力に限界を感じ引退を決意した。現役引退後にテレビ番組の制作会社へ就職。日本テレビへの派遣扱いで中井の窓のアシスタントディレクターを務めていた。2014年3月19日放送分の中井正宏 VS 芸能人100人3時間スペシャル。では、ロッテのレプリカユニフォーム姿で100人の一人として出演。 司会の中井雅宏に対して自己紹介を披露するシーンが放送された。a d 時代は、発給で過酷な労働環境で、不眠不休の状態で働き続けたことが多々あったという。その後は NHK の関連会社に転職し、サッカーや MLB のスポーツディレクターを担当した。約6年間の社会人経験を経て、2020年2月に人材派遣会社、 WTK o 企業、ありがとうございます。